皆さんこんにちは、ジャパンタイムズ ST 編集長の高橋です。さあ今週も始まりましたボキャビルカレッジ、今回も例によってですね、こちらの、ジャパンタイムズ ST の最新号の中から、大切なボキャブラリーをですね、一つ取り上げて一緒に勉強していきましょう。さあ今週はこちらの記事から、ボキャブラリーを見ていきたいと思います。さあ ST の、ちょうど真ん中の見開きページ、セントスプレッドのコーナーでは、この週、こういった記事を取り上げております。まあ、カンボジアではですね、皆さんもご存知かと思いますけど、大きな雲、タランチュラをカリッと揚げたフライ、これが人気の料理なんですね。ただ最近、森林伐採とか乱獲のせいで、タランチュラの数が減っているためですね、こういった、タランチュラのフライがですね、なかなか食べるのが、難しくなってきていると、そういった記事をですね、取り上げております。さあ、この記事の中に、こういった文章が出てくるんですね。ご覧ください。さあこちら、The Tourist Frenzy。 さあ観光客の Frenzy と、こう言ってるわけですね。これが何かって言ったら Has helped、 助けたんだと。何をかって言ったら Fuel。 Fuel ってのは、燃料って意味がありますけれども、動詞で使われると、何かに燃料を入れる、まあ、そこから転じてですね、何かを促進したり進めたりとか、そういった意味を表すわけですね。じゃあ観光客の Frenzy が何を進めたのかって言ったら Tarantula Trade、まあ、タランチュラの取引をどんどん推し進めてしまっていったんだと、こう言ってるわけですね。さあそれでは、今週は今記事の中で出てきたこちらのフレンズイ、この単語についてですね、勉強していくことにいたしましょう。さあそれではこのフレンズイ、この単語についてですね、意味から確認していくことにいたしましょう。これは名詞で使われて、こういった意味ですからね、熱狂とか狂乱とか、こういった意味を表す名詞なんだと。まずはこれに関してですね、しっかりと押さえておきましょう。さあ、それでは続けて、このフレンズイ、この単語の使い方をですね、見ていくことにいたしましょう。まずはこういった例文からです。The annual shopping frenzy known as Black Friday is almost here. さあ、こんな風に書いてありますね。まずこの説明からいきましょう。Black Friday。皆さんこれ、なんだかご存知ですか？これはですね、感謝祭の翌日の金曜日、これを指す言葉なんですね。で、この日は多くのお店でセールが行われるわけですね。要するに、ブラックフライデーとして知られる The Annual、年に1回のショッピングフレンジー、まあ、買い物の熱狂が is almost here、 ほとんどここにあるってことは、まあ、もうすぐやってくると、こう言ってるわけですね。まあ、これに関しては、まあ、なんかの広告の一節だと、こんな風に理解しておいていただければと思います。意味としてはですね、ブラックフライデーという年に一度の、まあ、熱狂的な買い物が行われる日が、もうすぐやってくると。まあ、これ非常に、うまい日本語にするのは難しいんですけれども、ショッピングフレンズイってのは、まあ、要するに、人々が買い物に熱狂するような、こういった状態を指しているわけですね。まあ、画像で表すと、まさにこんな感じですね。まあ、今時セールでこんなことする人はいないのかもしれないですけれども、まあ、イメージ的には要するにこういうことです。まあ、人々がですね、わーっと、熱狂的に買い物すると、そういったものをショッピングフレンズイ、こんな風に表現することができるわけですね。というわけでこのようにフレンズイってのは、こうした熱狂と、こういった意味を表すんだと。まずはですね、これに関して、しっかりと確認しておきましょう。さあ、それでは続けて、こういった例文見ていきましょう。Otani sends a crowd into frenzy with a grand slam. さて、この場合の Otani、もう皆さんご存知の通りですね。大リーグの大谷翔平選手ですね。さあ、大谷は何かって言ったら sends a crowd。crowd、群衆を送ったって言ってるわけです。どこにかって言ったら into frenzy。さあ、これ出てきましたね。frenzy。群衆を熱狂の中に送ってしまったんだと。で、with、何を使って送ったのかって言ったら、a grand slam、満塁ホームランですね。ということは、皆さんこの文章がどんな意味になるか、なんとなく見えてきたんではないかと思います。まあ、大谷選手が満塁ホームランで、まあ、観客を熱狂の中に送っちゃったってことは、観客を熱狂させたと。こういった意味になるわけですね。で、この文章で皆さんに注目していただきたいのは、これです。into a frenzy。さあ、この表現、よく使われるから押さえておいてくださいね。into frenzy。これ直訳すると、熱狂の中にってことですけれども、まあ、これで何かをですね、熱狂的な状態にするような時に、
そういった文脈でよく使われますからね。この場合は send、送るっていう動詞と結びついて、何かを熱狂の中に送ってしまう。要するに、何かを熱狂的な状態にさせてしまうんだと。こういった熱狂的な状態にって意味を表すときに、この into a frenzy、この形が使われますからね。しっかりと押さえておきましょう。それではどんどん行きましょう。もう一個、こんな例文見ていきます。 They were in a frenzy of excitement over the news。 さあ彼らは何かって言ったら in a frenzy、 さあ熱狂の中にいたわけですね。 of excitement ですから、これで興奮です。まあ、興奮という熱狂の中にいたと。何をめぐってかって言ったら over the news、 まあ、そのニュースをめぐって彼らはですね、興奮という熱狂の中にいた。すなわち意味としては、彼らはそのニュースに大熱狂していたと。こんな風に言ってるわけですね。まあ、結局、フレンズィーもエクサイトメントも、まあ、非常に近いですけれどもね。まあ、あえて直訳するなら、エクサイトメント。まあ、興奮というフレンズィー、熱狂の中にいたってことは、要するに大熱狂していたと。こういった状態を表しているわけですね。というわけで、こんな風に、in a frenzy、この形で使われることも多いですよ。何らかの熱狂の中にいるってことは、まあ、すなわち熱狂しているってことです。このパターンについてもですね、しっかりと押さえておきましょう。では最後に、こういった例文見ていきましょう。The Boss of Prince George。 さて、皆さんこれ誰だかご存知かと思います。まあ、イギリスのですね、ジョージ王子ですね。ジョージ王子のボンス、誕生は何かって言ったら caused、 引き起こしたわけです。何を引き起こしたのかって言ったら media frenzy、 さあメディアの frenzy、 熱狂を引き起こしたんだと。 in the UK ですから、まあ、イギリスにおいてと。さあ、ということは、これもどういった意味か、皆さん見えてきたんじゃないですか。結論から言うと、ジョージ王子の誕生は英国でメディアの熱狂的な取材合戦を引き起こしたと、こう言ってるわけですね。さあ、というわけで、この並びで使われることも非常に多いですよ。メディアフレンジー。まあ、これでなんとなくわかると思いますけどね。メディアの熱狂ってことは、もうメディアがわっと飛びついて、いろんなメディアが取材合戦するような、そういったですね、マスコミが盛り上がっているような状態をメディアフレンジー。この形で表すことが非常に多いですからね。まあ、今回私もこのフレンジー、この単語を取り上げることにしたときに真っ先に浮かんだのがこのパターンですからね。非常によく使われる表現ですから、しっかりと皆さん、押さえておきましょう。さあ、ニュースファーザーとバスバスのコーナーです。今週のこのコーナーでは、私が個人的にですね、最近目にしたり耳にしたりすることが多いなぁと、こんな風に感じている比較的新しい言葉をですね、皆さんにご紹介していきたいと思います。それが何かと申しますと、こちらです。さあ、イースターエッグ。さて、皆さんこれが何かご存知の方多いかと思います。イースターの日に、まあ、卵に色塗ったりしてですね、それを見つける遊びが行われたりしますけれども、それはまさに文字通りのイースターエッグって意味ですね。ただこの場合のイースターエッグ、もちろん文字通りにはそういったイースターエッグって意味なんですけれども、特にですね、コンピュータープログラムなんかにおけるイースターエッグ、これがどんな意味か、皆さんご存知ですか。結論から言うと、こういった意味になるんですね。さあ、このイースターエッグ、これで一体どんな意味になるのか、ここに書いてある通りですね、まあ、コンピュータープログラムなどにおいて、制作者がですね、ちょっとユーモアを込めて、なんか隠しメッセージとかですね、画像とか、そういったものを入れておくことがあるんですね。で、何らかの隠しコマンドを入れることによって、そういったものをですね、見たり聞いたりすることができると。そういったものをイースターエッグ、こんな風に呼んだりすることがあるんですね。で、もちろん、どういうことかというと、文字通りのイースターエッグってのは、なんか隠してある卵を探すもんですから。まさにその探すようなですね、隠しコマンドを探すっていうところが共通しているわけですから、こういったですね、メッセージとか画像のことをイースターエッグ、こんな風に呼ぶわけですね。そう、実はこのイースターエッグという言葉は、決して新しい言葉というわけではないんですね。もう3、40年前から使われている言葉ではあるんですけれども、なぜ今回私がこの言葉を取り上げたのか、これ非常に個人的な話なんですけれども、私最近、こういったものを購入しました。これ皆さん何かご存知かと思いますけれども、Google Home というやつですね。AI スピーカー、まあ、スマートスピーカーとも言いますけれども、Google Home です。で、これは、まあ、ご存知かと思いますけどね、いろんな質問すると、いろいろ検索してくれてですね、答えてくれるわけです。
で、この Google ホームにも非常にですね、隠しコマンドみたいなのがいっぱいあって、まあ、インターネット上にはですね、Google ホームのイースターエッグには、こんなものがあるぞと、そういったものがたくさんあってですね、非常にイースターエッグ探しが盛り上がっているので、今回ですね、こういった表現を取り上げてみました。ちなみにですね、イースターエッグの例を一つ、皆さんにお教えいたしましょう。皆さん、Google でインターネット検索するときに、こちらの言葉、ちょっと入れてみてください。これを入れてみると、少し面白いものがね、見れるんではないかと思います。さあ、というわけで、今回の内容は以上です。また来週皆さん、ボキャビルカレッジでお会いしましょう。さようなら。